ているので第4回目でございます。第4回ました4回目。今日はジャクローというですね、あの小劇場界ではすごく有名な劇団の、ね、これだけ覚えて帰ってください。看板女優薬崎京子さんがもう一回言っていいよ来てくださってます。ありがとうございます。どうもようこそ。もう薬崎です。よろしくお願いします。そしてジョンバイです。ジョンバイです。よろしくお願いします。薬崎さんは、はい、お料理が結構得意なんですよね。あ、そんな話したっけ？らしいね。たまにほら、うん、わーって集まった時にわーって作るのが逆なんかほら、あるじゃない、お宅で、うん、あれ、あ、脈鍋ね。あ、そうです。あ、脈鍋でしょ。脈鍋って言うんですか。あの、脈崎の家で鍋をやる会でしょ。それ脈鍋って言うんですか。そう、で、ウィーとかやるの。みんなでちょっと遊ぶんだよね。ホームパーティー、なんだろう。鍋会ね。うん、鍋会。じゃあ冬限定なんですか。いや、夏も鍋だよ。役者さんが多いんですか、それは。そんなことない、別に。そんなことない。どうしても役者は多くなるけど、なんかそればっかりと最終的にほら夜深くなると演劇論とか始めんじゃん。嫌です、ね、嫌でしょ。だからなんかこうバンドやってる人とかお笑いやってる人とかごく普通の会社員さんとか演劇じゃない人たちの友達ってどれぐらいいます？割合とかどうなんですか？割合、うん、どっちの方がいい？そりゃだって演劇やってる人はさ、友達からさ、知り合いからさ、ちょっと一回共演したからの知り合いっちゃ知り合いだけどぐらいまでどこまで含めるのかってことになってくるけど、膨大じゃん演劇の知り合いなんで。ざっくり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 。演劇以外の友達結構しょっちゅう遊んだりするの？私もともと誰とも遊ばないから。そんなに何でしょ、寂しい話題にしようとしてるんですか？私超インドア派なの。あ、そうなの？そう、アウトドアに憧れるインドア。だってこれさ、ちょっとさ、アウトドアの服じゃない？暑いだクーラーつけろよ、いいんだ。クーラーはつける。うん、クーラーはつけるんだ、24時間うちね、3月ぐらいから10月ぐらいまで全部クーラーつけてる。もう暑いんだ、うち。あと引っ越せよだったら引っ越せよ。いや、もう暑いんだよ、うちなんかね、5階建ての5階だから屋上の話、でも川入ってこないでしょ。入ってくる。入ってくるの？入ってくる。あ、そう。困っちゃうね。困っちゃう。雑談だね。ヤクさんは第 2回目ですね、今回出ていただくの。そうですね。酒臭い。どう？あ、久々じゃない。いや、久々よ。だから、うん、やっぱね、その稽古場でこんなに爆笑するなんか場所ってなかなかないんだよね。そうなの？うん。なんかすごい笑うし。ジャクローさんはね、そんな違う。まあ、そういうね。まあ、ジャクローも笑うは笑うけど、ここはさ、みんながみんなふざけてるじゃん。こらこら。いい意味でね。こらこら。いい意味でも。あれ、いい意味で、いい意味で。ふざけてるじゃない。それなんかみんな受け入れてる感じがさ、なんかいいよね、すごく。笑っていいんだ、みたいな。いやでも楽しいよ、すごく。薬崎さんも伸び伸びやっているように見えますけど。伸び伸びやってるかな。なんかやっぱコメディってすごいね。やだ、演劇のみたいになってきたわ。いや、なってきた。前に出て、今回出る間に、伝達って見てます、ね、見たよ、前回のやつとか見たし。うん、ほら、チョコレートケーキのさ、あ、作家さん出たでしょ、古川くん。仲いいものね。仲いいよ。それで、見に行って、こんな感じのやってるのねってなって、で、またこんな感じのなのね、あれ、どう前回見たのとさ、うん、今回ってちょっとまあ、うん、雰囲気はさ全然違うよ。違う。だって前回出たのはそうだよ。だって私ニャースとか言ってたんだよ、一人で。うん、キキーアブニャースみたいな。あれ、そんなんでしたっけ？あの、誰も気づいてない。私がニャースやってることは誰も気づいてないんだけど。知ってたよ。知ってた、よかった。あの、パフォーメンス4ですね。そうそうそう、ニャース全くないよね。そうそうそう、言ってたんだけどさ、だから、その時はなんかもうヤッハーイってやってたんだけど、うん、今回、いや、別に前回どうとかって話じゃなくて、うん、やっぱなんかこうベースのさ、昭和のこうストーリーっていうものが土台にあるじゃない。今回はね。だからまあ、ストーリーはしっかり、人物図はちゃんとあってっていう風になってくると、なんか、ニャースみたいになるとさ、それは違うな、みたいになるじゃん。そりゃそうね。うん。でも、だからってさ、昭和ですばっかりやってても、あ、伝達ですけど、みたいになるじゃん。まあ、そこら辺がなんか難しいわね。難しいわよね。この前の公演を見た時は、うん、見た印象はどうでした？古川さんが出てたの。2月の。ああ、なんか、面白かったけど、面白かったよ。
あのスタートした時にさ芝居が、うん、あ真面目な芝居なわけないじゃんって思ってるじゃん。ね。まあまあまあ。うん、でもなんかこうちょっとさ、今回出ないけどさ渡辺美奈子ちゃんとか、うん、あとなしおなしおちゃん？なしおちゃん。なるちゃん。なるちゃん。なるちゃんとかさ、やっぱりちょっとこうコミカルな動きをさパッと入れてくるから、うん、あやっぱりこれはこう真面目にスタートしたけど笑っていいんだなみたいなこう。でこうスタートするところがあるんだよね。笑うぞみたいなさ、そういう感じからこうやっしゃれな好きだぞみたいなさ、なるほど、ね、うん、乗るから、だから今回のそのスイッチってどこにあるのかなって思いながら見たりするけど、結構早い段階である。結構早い段階で、うん、あもういいんだみたいな。確かに、うん、そういう意味ではもう、あ前回の話か。まあまあまあ、いやいや、久々のうちはどうですかっていうことです。はいはいはい。私ね、演劇苦手なんだよね、見るの。あ、見るのか。うん、漫画の方が好き。好きな漫画は何ですか？あ、そうっす。風の大地。あのね、ゴルフ漫画。してます。してます。ちょっと待って、それってさ、はい、書いてる人一緒？違うか。誰書いてる？そんなわかんないけど。あれです、あのプロゴルファーの人が原作で、絵は誰？絵は誰だっけ、名前言うとね、だからさ、あのね、ゴルフわかんないんだけど、こう読むじゃない、ちょっと古い漫画で、ちょっと古い、今でもやってるよ、ね、やってるやってる、長いのよ、うん、それでね、そのゴルフわかんないんだけど、見てて、あゴルフってこう精神力の戦いなんだなってことがわかるわけ、漫画読んでて、うん、で楽しくなってきた、でこれだけの距離をさ、あんだけの実績の人がこう入れられるはずだみたいなやつが外したりするわけ、あーもうとか思うの、で、こうコンとか打つじゃん、で、これが入るかな、コロ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 ってこう、ね、でこう漫画を読み進めるの、極意とか言って、うん、でコロ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 ってなった時に一回やめんの、読むの、知らねえなそれで、うん、でまた何ページか戻って、うん、コンって言った時からもっと読み始める、戻る戻る戻る、もう入るかどうか一回やめんの、うん、やめるじゃん、で戻る、れくればいいじゃん、もうダメ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 、戻る戻る、結果を知ったらね、知る前にはもう戻れないんだ、おう、じゃあ分かったよ分かったよ、じゃあ戻ろうよ、そうだから戻ってこう、精神面の戦いからまた戻って、うん、もう一回読むの、で、どこまで、で、コンつってコロ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 、ここでもう一個開けろ、ここでバンつってカッコン、うわーみたいな、うわーつって面白いってなるわけね。読んでない二人がテンション高くてね。すごい面白いよ、風の大地。わかります、僕もめちゃめちゃ読むの時間かかりそうじゃないですか。めちゃめちゃ読むの時間かかる、ビッグコミック系だよね。そう、わかんないけど、でもそうです、そうです、そうだよね、で、一話一話に終わった後に詩があんのね、うん、それがまた爆笑、ちょっと覚えてなりますもうええわみたいな、なんだよ、ねえのかよ、そこまで気持ちは入って印象に残るのがあれではないわ、ね、僕はね、あのセニョールパっていう漫画知ってた、このパターンになると思いましたよ、漫画になると大好きですね。どうなの、セニョールパはね、あの野球漫画なんだけど、うん、プロとは何ぞや、男とは何ぞやっていう漫画なんです。プロってのは何のプロなの？野球のプロなんですけど、うんうん、プロとはどういうものかっていうのがね、うん、いやー泣けるんですよ。じゃあ満喫行く子、私ね、あるかな、私ちょいちょい満喫行くんだけど、6巻ぐらいしかないんだけど、全部で6巻ぐらいなんだけど、レアだよ、レアなんだよ。でもね、満喫結構あるよ、そのレンタルコミックはさ、結構話題のものしかないんだけど、満喫は結構多い。じゃあちょっと聞いてみてください、うん、今度ちょっとセニョールパに関するものを持ってきて、ね、セニョール、セニョールとパまでは聞こえるんだけど、パのあとなんて言ってんの、いやそれ終わりだ、あ、パで終わってる、セニョール、パ、ふざけてね、パリーグのパなんですけどね、パセニョール、実際パリーグの話なんですね、もうね、絵がね、リアルなんだよね、全部野球選手がそっくりなんだよね、ただ今の人は絶対わかんないと思います、古い広岡とか、私江川の顔だったら分かる。そう、江川も出てくるだから。耳が大きい。準備した。江川の真似ならできる。真似はできません。ちょっとやろうとしたんですけど。今回のお芝居の見どころを最後にお願いします。急にまとめましたね、道井さん、どんなところが見どころと思われます？見どころですか？難しいこと聞くね。いやいやいや。そうよね。意外に難しいこと聞くね。あのね、やっぱり登場人物みんなそれぞれが追い詰められてると思うんだな、うんうん、それでそのみんな一生懸命その物事に取り組んでった挙句の、まあ、顛末なわけよ、いろんなことがさ、なんかそのみんなのなんかこう一生懸命テンパり具合、そうそうそう、一生懸命具合みたいなところがこう笑いにコロッとこう変わっていく瞬間かなと思う。なんかすごい素敵だよ、なんかすごい、またなんかうまい、ジャクローです。ジャクローポーズで終わりますか、最後やめて、ジャクローポーズとかないんだ。ないんだよ、股をこうやって広げるジャクローポーズ、ね、それはあの何年か前にちょっとふざけてやったから、遊びのあの時代はやめて、若い時の話。何でしたくない、
オープンかって言った時でしょ。やめてその話は。やりたそうだよ。タイトルに18禁ってつけたからさ、再生回数がすごいんだけどさ、釣り動画みたいになってんじゃん。全然そんなことないからね。なんてことだ。ダメだよ、ほんと18禁なんかつけたら。ちょっと時間でございますが、ここまでです。あと1週間、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほんと至りませんけれども、ご指導、ご鞭撻のほど、そしてチケットを購入してください。そういうことです。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。